さて続いては白昼の暗殺から8年、こちらなんですけれども、受刑者と記者が交わし続けた多くの手紙、そこから新たな真実が明らかになりました。8年前、一人の現職国会議員が殺害された。しがらみだとか、あるいはまあいわゆるタブーみたいなこと。疑惑の追及を続けた国会議員はなぜ殺害されたのか、そしてその直前、彼が発表しようとした日本がひっくり返る疑惑とは。その闇にテレビ朝日記者が切り込んだ。6年余り、実行犯と記者が交わした手紙は便箋50枚を超える。東方の事件はいろいろと政治の裏側で動く金が。事件から8年、ついに獄中の実行犯が真相を告白した。殺害を頼まれた。ここからは8年前に起きた民主党議員石井紘基氏殺害事件の真相です。今も取材を続ける大野記者です。よろしくお願いします。さあ、この事件なんですが、本当に当時から数々の謎が指摘されてましたよね。そうですね、こちらにまとめたんですけれども、やはり3点ありましてですね、1つ目が殺害の動機、2つ目が黒幕の存在、そして3つ目が事件当日の朝、石井議員が持っていたとされる書類の行方です。はい、現職国会議員の殺害という衝撃的な事件、独自追跡により見えてきた事件の真相です。代表選で菅は民主党の原点としてその人物の名を挙げた。事業仕分けで注目されるかなり前から、特殊法人や特別会計を徹底的に調査し、恐れることなくその闇と戦い、道半ばにして暴漢に襲われ命を落とした石井紘基さん。あなた何聞いてんだよ。癒着は生じていないって、今のじゃあこれはあなた否定するんですか。あったらあなたは職を辞してくださいよ。私だってこうやって政治生命かけながらやってんだからね。石井紘基、自ら調べた独自情報で特殊法人の問題や政官業の癒着を厳しく追及した国会の爆弾男。その石井議員が2002年10月25日、自宅前で刺し殺された。刃物を水平にして胸を一突き、プロの手口だった。翌日、一人の男が出頭。伊藤白水受刑者。我々が独自に入手した捜査資料に当時の写真が残されている。新聞で言えばね、スクープみたいなことを常に掴んでる人ですから、そこを狙われた可能性は僕は十分にあると思っています。殺害の目的は何か。裏社会の陰謀説などがまことしやかにささやかれる。実行犯の背後に黒幕がいるとも疑われた。石井議員は特殊法人の全廃を訴えるなど正義感の強い論客として知られ、オウム真理教をめぐる問題なども鋭く追及。殺害に取り沙汰される陰謀説や黒幕の存在、そしてそれは噂の息だけにとどまらなかった。巨悪に立ち向かった中で起こった事件、家族はその兆候を肌で感じていた。同志だった、だから彼と一緒に犯人と戦うべきだったのに。自分のすべてを日本の皆様のために捧げていた彼を守ることはできなかったのは、皆様に本当に申し訳ないと思います。ごめんなさい。家族が気づいていた忍び寄る巨悪の影。事件の2日ぐらい前に、はい、石井先生が何かちょっと変わったことがあったというような話を聞きました。はいはい、
朝方なんかこうなんかリンチ受けたみたいな、なんかもみくちゃんの感じで帰ってきたのを母が見てまして、朝方までなんかこうトラブル何かにこう、話さなきゃならないようなことがあったんではないかと。2日前の石井議員へのリンチ、事件の予兆は明らかにあった。近づく危険に気づきながらも巨悪に立ち向かう中で命を落とした石井議員、背後に何があったのか、殺害の動機は、そして事件の真相は。注目の裁判だが、被告本人も検察側も犯行の動機は金銭トラブルだと主張。石井に多額の金銭を用立てたことがあるにもかかわらず、その恩を仇で返された。被害者にたかり行為を繰り返していた被告人が2002年頃引っ越し費用などを無心したが、断られたことから激上して本件犯行に及んだ。果たして引っ越し費用を断られただけで議員を殺害しようと考えるだろうか。だが判決は異例なものに。被告人を無期懲役に処する。被告人の動機に関する供述は全く信用することはできない。その犯行動機の詳細について解明することは困難であると言わざるを得ない。動機が最大の焦点となった裁判でその解明がなされなかったのだ。真相の解明が行われなかった裁判、遺族は憤った。どうして主人が殺さなければならなかったのか、裁判が明らかにしてくれるだろうという期待もありましたけれども、日本の裁判は私が考えていたものとは全く違っていました。事件は最高裁まで争われたが、ついに動機や真相は明らかにならず、裁判は被告の量刑を決めただけで終わった。家族にとってやりきれない幕切れ。この日から大野記者は動き出した。捜査資料を独自に入手。そこに不審点が。血だまりの横に転がる石井議員のカバン。これが最大の謎。事件直後にカバンから重要なものが消えたという疑惑があるのだ。石井議員は事件の3日後、あることを暴露するため国会質問を行う予定だった。彼が自分で言っていたのは、今回日本はひっくり返るほどすごく大事なことは暴く。妻によると事件当日、石井議員はその暴露資料を国会に提出するため資料一式をカバンに入れて自宅を出たという。だが捜査資料を見るとカバンに入っていたはずの資料一式は事件直後に現場から忽然と消えている。いつも、手放さない、手帳とそれからカバンの中に入っていた、資料今でも出てこない。どこにも日本がひっくり返る疑惑の資料が消えた。だが裁判ではなぜかこれについて審理は行われなかった。犯人の狙いは資料だったのでは。我々はある写真に注目した。初めて明らかになるこの写真、検視の際に撮影された石井議員の左手だ。指が切断されている。